今日はわざわざすまねえな、星野さん。馬頭探偵事務所の千田だ。あの、何なんですか、あの電話は。意味がわからないんですけど。心当たりはないと。その割にサングラスなんかかけて顔を隠してる様子だったが、後ろめたいことがあるからじゃねえのか。そんなことありませんって。それで相談って何ですか。電話で話した通りだ。白崎沙織さんにあんたの調査を依頼されてな。依頼人に結果を報告する前に本人に相談しておこうと思ったわけだ。あの、これはあんたの彼女がうちの事務所に相談に来た時の写真だよ。そんな、なんで沙織さんが。あんたらそろそろ婚約って感じなんだってな。それで不安になっちまったんだろうさ。彼氏がもしかしたらってな。まあよくあることだ。それであなたは何がしたいんです。僕には後ろめたいことなんてありませんけど。そもそも探偵が依頼内容を他人に話すのは守秘義務違反でしょ。さすが弁護士さんだ。ハッタリがどうに言ってる。だがこいつを見ても平然としていられるかな。はあ、これカムロ町のラブホだよな。いや、婚約前の最後の火遊びといったところがね。延長までして随分とお楽しみだったようだ。これはその誤解というか。まあまあ、とりあえず落ち着こうや。えかい、星野さん、これが法廷と違うところだ。この写真なかったことにしてやってもいい。地獄の沙汰も金次第ってやつさ。つまりあなたを買収しろってことですか。理解が早くていいね。そういうことだ。400万。それで依頼人には浮気はなかったって報告してやるよ。400万。そんな金払えるわけ。あんたその金で未来を買うんだ。そう考えりゃ安いだろ。ですが。おい星野、こいつはあんたの職場に送りつけてやったっていいんだぞ。依頼料もらった上にターゲット脅迫して400万ね。いやー、悪徳探偵ってのは随分と儲かるみてえだな。んだお前。あ、お前元松金組の。今はあんたと同業だ。元馬頭組若頭補佐千田四郎さんよ。海藤さん、僕の演技なかなかのものだったでしょう。演技。あんたに騙された依頼人に頼まれてよ、脅し取られた金を取り戻してほしいってな。そこで星野君と沙織さんに一芝居打ってもらったってわけだ。おかげで証拠はバッチリつかめたぜ。なあ星野君。ええ、証拠は全てここに。さて、依頼人から脅し取って100万プラス迷惑料30万、それで手を打とうや。Thank you.
断れてねえな。くっそ。なあ千田さん、お前んとこの事務所カムロ町だったよな。一緒に向かおうか。千田、何やってんだてめえ。か、頭、それが。てめえは、確か松ヶ根のところにいた。八神探偵事務所の調査員、海藤だ。お前ら工夫がねえな。仇のオフィスに見えねえぞ。これじゃお客が怖がるだろう。うちに依頼に来たって感じでもねえな。お前が代表か。麻藤探偵事務所主任カウンセラー五十嵐だ。麻藤組、確か東条会の調査部門を名乗ってる連中だったな。殺の家族構成や弱みをつかんで脅しや牽制に使う。仇になっても相変わらずのようだが、おかげでカムロ町の探偵の評判はガタ落ち。うちもいい迷惑してんだ。当社のお客様満足度は 80% 以上だ。客が来ねえのはてめえらの営業努力不足だろう。とにかくだ、お前らが依頼人から騙し取った100万返してもらうぞ。ついでに迷惑料30万もだ。こいつと交換だ。警察に突き出されたら営業停止じゃ済まねえぞ。下手打ったな千田。すいませんだが、こいつを連れてきたことだけはお手柄だ。こりゃ、迷惑料50万はもらわねえとな。おいお前ら、遠慮はいらねえ。このバカをぶっ殺せ。ぶっ飛ばしてやる。150万で手を打とう。お前らの未来を買うと思えば安いもんだろ。カイト、この借りは返す。必ずな。楽しみにしてるぜ。どうもありがとうございます。おかげさまでお金も戻ってきました。まったくひでえ連中だぜ。結局あんたの旦那さん浮気なんてしてなかったんだろう。ええ、
それなのに調査依頼されたことを旦那にバラすぞって脅してきて。最近元ヤクザが探偵を名乗って営業してるケースが増えてるみたいで、うちへの相談も多くなってきてるんです。通常元暴力団の人間は5年間は探偵業を営めないはずなんですが、オーナーに一般人を据えたりして法の穴をついて営業してるようですね。そうなんですか。他の探偵さんよりすごく安かったのでおかしいと思いました。その点我が八神探偵事務所でしたら安心ですので、完全成功報酬、追加料金も一切なし。また旦那さんのことが疑わしくなったらぜひうちに相談してください。しばらくは大丈夫です。夫のこと信じることにしたんで。では。ところで星野君、沙織さんとは実際のところどうなんだ？僕としては尽くしているつもりなんですけどね、時々僕たち本当に付き合ってるのかなって心配になることも。もう付き合って3年ぐらいだよな。結婚とか考えてねえのか？もちろん僕は真剣に考えてますよ。でも沙織さんはどうなのかな。おいおい、そんなんだと沙織さんを逃がしちまうぞ。男ならガツンといかねえと。そうですよね。よし、今年こそは。うん、応援してるぜ。それじゃあ僕は事務所で仕事が残ってるので失礼しますね。だな。お、ターボからだ。伊藤の兄貴、どうかしたんすか？おう、今から一杯引っ掛けに行かねえか？え？今からっすか？ああ、すんません。今夜仕事の会食が入ってて。会食だって？ゲーセンの店長が会食なんかするのかよ。まあ普段はないですけど、実は異人町に新しく店舗を出すことになったんです。それで筐体のリース業者の社長さんとどういうわけか意気投合して退職することに。おお、ってことは2店舗のオーナー？ええ、まあお前も偉くなったもんだな。兄貴すんません、せっかく誘ってもらったのに。仕方ねえぞ、また今度飲もうや。よろしくお願いします。あ、そうだ兄貴、今日シャルルでバイトしてた子が言ってたんですけど、なんか妙なガキが兄貴のこと探してたらしいですよ。ガキ？俺はいなかったんで見てないんですけど、やたらと威勢のいい生意気なガキで、
うちのバイトと喧嘩になりかけて追い出されたとか。なんでそんなガキが俺を？さあ、なんでしょうね。あ、そろそろ会食の時間なんで、また。もしもし、こちら横浜99課です。よう、カイトだ。これから飲みに行かねえか？杉浦も一緒にさ。杉浦氏は仕事ですな。浮気調査で張り込みに行っています。そうか。そんじゃたまには差しで飲むか。せっかくのお誘いですが、今夜は無理なのです。無理？どうして？これから楽しみにしていたアニメの放送があるのです。劇場版ラブスター3ディレクターズカット版、地上波初登場ですぞ。高まりますな。アニメだ？そんなもん録画しときゃいいだろうが。カイトさん、分かってませんね。リアルタイムで見ることに意義があるのです。ネットの仲間と共に実況しながら楽しむ時間はプライスレスなのですぞ。あ、実況だ。お、そうだ、よかったら海藤さんも一緒に実況しませんか？オンラインでボイチャしながらでしたら、カムロ町のご自宅にいても共に飲めますし、僕の友人にも紹介いたしますので。いや、実況？話についていけそうにねえし、誘っておいて悪いがやめとくわ。そうですか。カイトーさんにラブスターの良さを知ってもらういい機会だと思ったのですが。お、そろそろ始まりますので失礼します。海藤さん、どうしたんですか？星野君、これから飲みに行かねえか？え？いや、さっきも言いましたけど、まだ仕事が残ってて。なんだ、まだ片付いてねえのか？はい、それに沙織さんにも手伝いを頼まれちゃって。そうなのか。まあそれじゃ仕方ねえな。沙織さんのお願いじゃ断れねえもんな。ええ、すみません。また誘ってください。仕方ねえ。誰かいるかもしれねえし、テンダーにでも顔出してみるか。
殺されたの？わかんねえ。ヤクザの構想？登場会解散したのに？海藤さん、今日は一人？ターボーは源田先生の手伝いで出張中だ。2、3日戻らねえとよ。それで寂しくなって一人で来ちゃった感じ？バカ言え。マスター、いつもの。マスター、なんか表が騒がしかったぞ。殺人事件がどうとか野獣馬が言ってたが。ああ、なんとかって会社の若いエリート幹部が殺されたらしい。数日前にも似たような事件があったって話題になってたな。そっちは社長かなんかだったような。金持ち狙って強盗かな。さあな、何にせよ物騒な話だ。そういえば海藤さん、紹介した仕事は片付いたのか？おお、悪徳探偵どもをぶちのめしてやったよ。星野君も名演技だったぜ。そうか、俺も見たかったな、その場面。なあマスター、星野君と沙織さん、そろそろなんじゃねえかな。星野君も今年こそって張り切ってたし。そろそろ結婚ってことか？ええ、あとは沙織さんにその気があればって感じじゃねえかな。それはどうかな。もうちょっと時間かかるんじゃない？そうか。まあマリネの勘は当てになるからな。そういう海藤さんはどうなの？浮いた話とかないの？あ、なんでそこで俺の話になるんだよ。だって海藤さん、女の子には結構積極的なのに、そういう話をほとんど聞かないから。この人は振られてばっかりだからな。うるせえよ。俺はな、その日その日を楽しく生きられりゃそれでいいの。女くどいて振られんのもまた一興。振られた分だけ次のいい女との出会いが俺を待ってるわけだからな。海藤さん、おじいちゃんになってもそういうこと言ってそうだね。いやだがな、マリネ、海藤さんはこんなこと言ってるがな、恋に落ちると結構盲目なところがあるんだ。昔結婚を考えてるとか言ってたこともあってよ。え、そうなの？意外。おいマスター、その話は。ほら、なんて言ったっけあの子。もう10年以上前のことだが、同棲までしてさ。確か。マスター、その話は長くなるからまた今度な。ん？あ、そうかい。んなことより、なんか仕事はねえのかよ。悪徳探偵どものせいで仕事が減って暇でよ。紹介してくれよ。お、そうだ、忘れてた。あんたに紹介してくれって頼まれてた依頼があったんだ。人探しだったよ。俺に？詳細は？いや、詳しいことはわからねえ。会って直接話したいそうだ。IT 企業の社長さんだ。ほう、 IT 企業の社長ね。で、報酬は？相手は前金だけで200万提示してる。200万？おいおい、随分と気前がいいな。調査の必要経費に使ってほしいってことだ。しかも前金の他に成功報酬で2000万出すらしいぞ。2000万？
結果次第じゃもっと出してもいいと言ってるらしい。よっぽど金が有り余ってるんだろうな。マジかよ。なんかすごい話みたいだけど、海藤さん一人で大丈夫？肝心の所長さんが出張中だし。ちょっと心配だな。客が怖がって逃げ出さなきゃいいが。ねえ、せめてジャケットくらいスマートなやつ買っておいたら？そうだな。TPO に合わせて仕事するってのは大事だぞ。おいおい、信頼ねえな。俺はどんな仕事だって自然体でやるのがポリシーなんだ。仕事は格好でやるもんじゃねえ。大事なのは中身だろ。心配されなくてもきっちりとその仕事を勝ち取ってみせるぜ。海藤の兄貴、なんすかそのスーツ。これから大事な依頼人に会うんだ。この方が頼りがいのある探偵に見えるだろう。 TPO ってやつだよ。わかるか？ええ、まあでもいつもはそんなこと気にしないでしょう。どうしたんすか急にそんな張り切って。今日は特別なんだよ。よし。だからって俺まで呼ぶ必要あります？分かってねえな。俺が接客してる時に自分で入れたての熱い茶を出せるか？出せねえだろ。それにお前は松金組で長年お茶組み係してたし、お前の入れる茶は松金の親父にも好評だっただろうが。いや、いつの話っすかそれ。それじゃあ今日はしっかり頼むぜ。お茶組にバイト代5万も払うんだからな。なんか随分と景気がいいみたいですね。今回の依頼料いくらなんです？そりゃお前、企業秘密ってやつだよ。おい、来たぞ。どうぞ。はじめまして。今回依頼しましたイマージュインタラクティブ CEO の貞本恭也です。八神探偵事務所の調査員、海藤正治です。どうも、バイトの東です。海藤さんの噂は金がれ、一度お会いしたかったんです。俺のことを？ええ、よく知っています。昔から。昔から。まあとりあえずどうぞ座ってください。どうぞ。ありがとうございます。では早速本題に入りたいと思います。人を探してほしいということですが、探すのはどなたでしょう？実は妻を探してほしいのです。亡くなった妻を。亡くなった奥さんを。亡くなった奥さんを探してほしいというのはどういうことでしょう？実は妻は2年ほど前に亡くなっているんです。自殺でした。
自殺。そうでしたか。その自殺した奥さんを探してほしいというのはどういうことでしょう。そうですね、妻が亡くなった当時のことから順に話させてください。2年前のある日のことです。妻は自宅に遺書を残しいなくなりました。警察に捜索してもらったのですが、行方は分からず失踪扱いとなったのです。その半年後、千葉山中の河原で妻のものと思われる遺体が見つかりました。近くには大きな滝があり、おそらくそこから飛び込んだのだと思います。遺体は腐敗がひどく、顔の確認ができないほどでしたが、遺体から妻の所持品が見つかり、本人だと判断されました。その所持品というのは？写真でした。妻が息子と一緒に撮った写真です。なるほど。ですが顔が分からなかったんですよね。遺体の鑑定は行われたんですか？ええ、DNA 鑑定をしてもらいました。妻のものと一致したそうです。そうですか。だとしたら間違いなさそうですね。にもかかわらず、なぜ生きていると？1ヶ月ほど前のことです。妻によく似た女性を神室町で見かけたという話を妻の友人から聞いたのです。その友人が言うには、妻らしき女性は見知らぬ男性と一緒にいたようで、知人が名前を呼ぶと怯えた様子で逃げるように立ち去っていったそうです。他人の空にという可能性はないですかね。私もそう思っていました。何しろ DNA 鑑定までして妻の死亡は確認されていたのですから。ただ今回の話を聞いていろいろと調べてみたんですが、 DNA 鑑定の結果は 100% 確実ではないそうなんです。特に妻の遺体は腐敗がひどく、細胞の崩壊が進んでおり、そういう場合正確な結果が出ないこともあるそうで、例えば海外ではDNA 鑑定の結果、死亡が確定した親族が数ヶ月後にひょっこり現れたなんて事件もあったそうです。だから知人が見かけた女性が妻である可能性もゼロとは言い切れないんです。それに知人が見たという女性は顔立ちから声まで本当に妻とうり二つだったそうなんです。彼女は妻の昔からの親友ですし、間違いようがないとさえ言っていました。ところで報酬について確認したいのですが、テンダーのマスターからは前金で200万、プラス成功報酬で2000万と聞いています。はい、結果に関わらず最低限それだけは用意したいと考えています。最低限それだけということは？ええ、もし妻を無事に見つけることができたならプラス1000万お支払いしたいと考えています。合計3200万ってことですか？兄貴、俺の今日のバイト代5万でしたっけ？お宅に5万は高えだろ。十分だ。いや別にいいんですけどね。道理で景気がいいと思いましたよ。ところで奥さんの写真がありましたらご提供いただけますかね。実はここに来る前に他の探偵にも依頼したのですが、全く何の手がかりも得られず困っていたんです。そんな時にあなたが神室町で探偵をやっているという噂を聞き、この人ならば
妻を探せるかもしれないと思ったのです。妻のことをよく知っているあなたならば。え、よく知っている。あ、兄貴、この人って美希子。旧姓夏目美希子。あなたがかつて神室町で美希子と暮らしていたことは知っていました。だからこそあなたにお願いしたいのです。彼女のことをよく知っているあなたに。本当に行くの？親父が怪我させられたってのに指くわえて見てるわけにはいかねえ。今度こそ死んじゃうかもしれないんだよ。すまねえな。組が大事なんだね、私よりも。亡くなった妻を探してほしい。雲をつかむような話です。ですが美希子のことをよく知っているあなたなら、この町で妻と暮らしていたあなたならば美希子を探し出せるかもしれない。だから海藤さん、お願いします。風の噂じゃ聞いていた。だがそんなはずはねえと思っていた。なあ貞本さん、間違いねえのか、美希子が2年前に自殺したってのはよ。ええ、遺書が残されていましたから。なぜだ。美希子は自殺するような女じゃなかったはずだ。少なくとも俺の知っている美希子は。わかりません。遺書には詳しいことは書かれていなかったので。わからねえ。あんた旦那だろ。一つ心当たりがあるとしたら、当時美希子は仕事のことで悩んでいたようです。私も当時は仕事が忙しくてほとんど家にも帰れず、相談に乗ってやることができなかったのですが、だからずっと後悔しているんです。妻のことないがしろにしてしまったこと。それであんた、もしも美希子が生きていたとして連れ戻してどうするつもりなんだ？それは分かりません。妻が私のところに戻りたがるかどうかも分かりませんし、妻の意思は尊重するつもりです。ただ私たちには息子がいます。14歳の息子が純と言います。そうか、美希子に息子が。美希子に似たのか、やんちゃな子でしてね。純は母親が生きているかもしれないという話を聞くと、自分も探すと言って私の制止も聞かずに家を飛び出していってしまいました。家出を？ええ、もう2週間ほど前のことです。スマホの位置情報はこっそり共有させていたんですが、それに気づいたのか家に置いていってしまって、まったくどこにいるのやら。2週間も連絡つかないって大丈夫なのか？14って言やまだ中学生だろ。純が家出して帰ってこないのはいつものことですよ。だいたいいつも不良の友達の家を泊まり歩いている。もっとも
私も終電を逃してホテルに泊まることが多いので家出に気づかないなんてこともあるのですが。そうかよ。カイトさん、引き受けてくれますか。あなただけが頼りなんです。貞本さん、悪いんだけど他を当たってくれねえか。どうしてですか。今回の依頼、俺は適任じゃねえと思うんだ。ですが。悪いな。わかりました。残念ですが失礼します。カイトーの兄貴、よかったんですか。3200万ですよ。それにもしミキコさんが生きてるならいいんだよ。そうですか。さて、仕事なくなっちまったし、どっかで飲んでくるかな。ああ、俺でよかったらお付き合いしましょうか。お、いいのか。だが、お前も新しい店の準備とか忙しいんだろ。ええ、この後店舗の下見の予定があるにはあるんですけど。そうか。だったらさっさと行け。商売繁盛してんのはいいことだ。すんません兄貴。ところで東、そのお茶組バイト代の5万のことだが。いいんですよ、んなもん。俺の兄貴じゃないっすか。昔みたいにただやるって言ってくれりゃ俺としてはそれでよかったんです。東、お前ってやつは。あれ兄貴、あの写真だよ、忘れてったのか。どうすっかな。よし、仕事なくなっちまったし、テンダーのマスターに依頼がないか聞いてみるか。
兄貴、今ちょっといいですか。おお、東か。どうしたんだ。あ、いや、それがさっきシャルルから電話がかかってきた。先日話しましたよね、妙なガキがうちのゲーセンで兄貴を探してたって。ああ、そんなこと言ってたな。なんかそのガキがまた店に来て客と揉めてるみたいなんです。ちょっと見てきてもらえないっすか。はあ、なんで俺が。そんなのそっちで処理しろよ。あ、いや、それが今店に女の子のバイトしかいないんです。俺も新店舗の打ち合わせがあって。なんで俺がガキの面倒なんか。そのバイトの女の子、現役女子大生なんです。お前な、俺がそんな餌で釣られると思ったか。結構可愛い子なんですけど、彼氏いないんです。間違いねえのか。まあ、しかもヒゲフェチで、ヒゲの生えたたくましい男の人が好きだそうです。仕方ねえな。女の子が困ってるってなら、いや、弟分が困ってたら助けねえわけにはいかねえな。すみません、お願いします。兄貴だけが頼りなんです。